流を編み出しました。大社流の大という言葉には複数の漢字が当てはまります。体を使うことを捨てる、待つことを捨てる、退治することを捨てる、下がることを捨てる。大社とはこれらすべての雑念を捨て去るということ。一つ一つの言葉にとらわれない自在の憲法であります。クランドノスケが残した技のうち現存しているものは、大立ちの型13本、小立ちの型4本、集結の型1本、居合術9本、組立ち5本、この他に口伝もございますが表に出すことはありません。続きまして、第一会場では赤日流居合、平殿、平方二点一流の御演舞でございます。関口流居合は肥後細川藩に普及し、現在も伝承されている武術で、その源は紀州和歌山の関口流にあります。寛永年間、関口八右衛門は創意工夫して柔術を創始し、また居合の祖と言われる林崎仁助に師事してその技を収めました。長男宇治成も武術に秀で、多くの門弟がいて、その中の皇帝渋川万五郎は延宝年間に江戸に道場を開きました。肥後藩士土井沢十郎左衛門長秀は肥後藩士伊沢十郎左衛門長秀は江戸詰めの折その門を叩き、肥後に持ち帰ってその技を伝えることに努めた。劉宗関口八郎左衛門宇治成とし、二代目が渋川万五郎、そして自分を三代目としました。兵法二点一流は宮本武蔵、藤原の春信によって創始された剣術です。延命流とも二刀一流とも称していましたが、寛永17年、細川忠俊に招かれて肥後熊本に来たり、大正寺の大円和尚に二天道楽との方合をもらって以来、二天一流と言い換えました。まさに熊本の伝承武術の一つであります。